生姜焼き丼です。生姜焼き。この豚肉と、それと、おいおいの肉から、おいおいの鶏肉から取った鶏皮の生姜焼きと、いろいろ入ってます。いただきます。はい。食べる。食べる食べる。うん。いいよ。食べる。よし、よし、うまい。切り感鶏皮はなんか照り焼きみたいになってる。おいおい、いるんだけど、ここにいるんだよね。ここ映んないんだろうな。生姜焼き丼に卵をかけました。映ってるかな。ごちそうさまです。来た来た。お、お客さん来た。うん？うん？いいよ、食べろ。うん？あ、うん、ちゃんと来るんです。カエルの声だよ。やっぱりね、生き物の声に敏感だね、やっぱりね。もともと野良猫ですから、特にカラスとか怖かったと思います。いまだにカラスの鳴き声とか聞こえると、目光らすからね。まだこんなちっちゃい時に道路の真ん中でね、親が帰ってくるの待っててね、で上にはもうカラスがもういっぱいいてね、危なかったよ。上にはカラスで、もう道路には車が走るわで、近所の人もみんな心配してね、なんとか保護しようともしようとしたんだけど、こう保護しようとするとパッと逃げるんですよ、ね、で
その人がいなくなると、また元の道路の真ん中に戻ってくる。うん、多分その道路の真ん中で、その母猫と別れたからね、もう常にそこにいなきゃダメなんでしょうね。ただ母猫はね、私の家の庭を縄張りにしてましてね、まあ、毎日こう巡回に来るんですよ。うん、それで、それ私知ってたからね、庭に段ボールの穴をくり抜いたやつと、穴くり抜いてね、こう隠れやすいようにして。段ボールを置いて、その横に鶏肉と水置いといた、ね、置いたらすぐにね、母猫がね、その子猫を連れてやってきて、鶏肉食べて、でその段ボールの中に二人揃って入ってて、それやらなかったら、ね、危なかったです。うん、その日からそのうちの庭での、庭で暮らしが始まってね、うちの庭で授乳してた、段ボールの中で。